やもう僕あの小さい時から、まあ、ずっと僕であの3代目になるんですけども、まあ、生まれた時から、まあ、あの家は、まあ、もちろん鍛冶屋をあの今でこそねあの本当にこの手作りとかものづくりっていうものがすごく見直されて、やっぱりいいものを使わないといけないとか、やっぱりあのちゃんと心を込めて作って、あの細かいところまであの作り込んだ品物を使うと、あの食事も作った時にきちっと美味しいのもできるしと、でそういったものが今本当にあの見直されてる時代なんですけども、まあ今からもう何十年か前なんかはもう本当に手作りをすごく否定された時代があったんですね。でそれであの工業製品で 安くて、安いもので、まあそこそこいいもので、まあ そこそこっていうか、まあ、使えればいいと、安くて使ったらもう捨ててしまえばいいと、そういった時代が本当にあの今は昔のね話で笑い話で済むかもしれませんけども、そんな時代が本当に襲ってきて、でそれでもう本当に一斉にこういうあの手作りであの包丁を作ってる人っていうのがだん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 やめていったと、そういう時代になってしまったので、今更もう言ってももう遅いですね。世間一般から見てその鍛冶屋さんのイメージっていうのは本当にあのまあ不思議な感じじゃないですかね。